三宮浅間神社は、静岡県富士宮市にある神社。旧社格は孫社。神門は、丸に、白の葉。全国にある浅間神社の一社で、富士山本宮浅間大社の元宮、三宮である。陶器上の宗教法人名称は、浅間神社。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部、登録名称は、 三宮阿間神社である。鳥居富士氏が記した、富士本宮阿間社記に社殿が残る。同期によると大同元年に、平城天皇の命により、坂の上の田村麻呂が、三宮阿間神社の地から、富士山本宮阿間大社の位置に偏座したとあり、阿間大社の創建以前に最初に放災された場所と、阿間大社への偏在前の伝承も述べ、追人天皇三年の時に、 富士山麓の山足の地に祀られていたとある。後の慶光天皇の時代、日本穂高が東国遠征の途中する学国で族との攻撃に遭い、富士の神を記念し旧地を脱出することに成功した。日本穂高はその神の恩恵から富士大臣を祀ることとし、当地に岩坂が設けられ、祀られることとなったという。境内には本殿に該当する建築物がなく、 溶廃所としての原始的な形態を止めている。溶廃所には溶岩を用いた積列が長方形に組まれており、富士山を拝む方向に祭壇が位置している。祭壇に向かって、左側に富士大宮寺石、高文富士市、安守富士市石、県船所があり、右側に別頭車窓石が位置している。平成20年度の発掘調査では、12世紀代の 弾き軍が出土している。これらは祭祀に使用されたと考えられている。2013年6月22日に富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部として世界文化遺産に登録された。また三宮浅間神社から望む富士山の風景は環境商工会の富士山がある風景百選に選定されている。千座御本町は浅間大社の元宮、 三宮として、浅間大社の祭祀に深く関わってきた。当社は、江戸時代には浅間大社の拙者であり、1877年には末社と定められていた。浅間大社では、初猿祭りとして4月初猿日に、当社への参拝が行われる。三宮御信仰は、その浅間大社と、三宮浅間神社を往復する神事であり、こちへ神を里帰りさせるために行う。 その道を御神高道という、1873年まで行われていた神事であり、名残として浅間大社のロ門前と当社の籠屋付近を呼び、石段付近に矛立石があり、これは神事に用いられる矛を休めるためのお休み石であるという、御神行動の起点には、主表の石碑があり、有玉地のあぜに現存している。この主表は百八十四年に、 浅間大社境内の途中から発見されたものであり、元禄4年に奉納されたものである。五神坑道の航路は六社の神社を経由するが、それらはすべて、浅間大社、または、三宮浅間神社に、縁故のある神社である。かごや所在地神社説明版富士山本宮、浅間大社三宮浅間神社。財団法人静岡県埋蔵文化財、調査研究所観光の、 発掘調査報告書一覧により、浅間神社の歴史第11章、節末者節発猿祭り御神仰道保護、立石は北前家藩の御神仰道主標、斉藤あゆ子、三宮御神仰道の復元に関する郎富士山、本宮浅間大社と三宮浅間神社を結ぶ道、祈りの場の書三34ページから36ページ、2017年、三宮浅間神社、 ありがとうございます。